どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイの、紹介キャンペーンをですね、解説、やっていきたいと思います。こちらね、マリオットボンボイホテルの、アカウントの紹介キャンペーンということで、 SPG アメックスの、紹介ではなくて、マリオットボンボイのこちらね、アカウントのキャンペーンというふうになっております。でこちらね、既存会員の、紹介でね、このマリオットボンボイに入会すると、最大ね、1万ポイントまでもらえるキャンペーンですので、まあ、こちら、SPG アメックスをね、発行を検討されている方はね、ちょっとね、積極的にね、狙っていただければいいんじゃないかなと思います。まずね、この SPG アメックス発行っていう方っていうふうに今言ったんですけども、これはマリオットボンボイのね、アカウントのキャンペーンなんですけども、この SPG アメックスをね、発行するときに、このマリオットボンボイのね、アカウントっていうのは途中でね、入力画面が出てきて、結局そこで作らなきゃいけないんですよね。ですのでこちらね、既存会員の方から、事前にね、招待メールをもらってね、発行しておくと、まあ、SPG アメックス発行するときにですね、まあもたもたしないっていう感じで、まあ楽にね、発行できますんで、まあ、おすすめっていう風になっております。で、まずね、この SPG アメックスね、紹介で入会すると、3万9000ポイントがね、もらえますけども、マリオットボンボイのね、アカウント紹介キャンペーンを、適用すると、まあ、さらに、ね、1万ポイント、もらうことができますんで、既存会員の、紹介からマリオットボンボイのアカウント作成プラス SPG アメックスをね、紹介で発行すると、最大で4万9000ポイントね、もらうことができますんで、かなりね、大きい数字になってきますよね。でこちらの紹介キャンペーンっていうのが、既存会員の紹介で、入会するんですけども、地滞在につき、2000ポイントがもらえるっていうキャンペーンなんですよね。で対象期間がこちら、入会から1年間の間に、ご滞在最大、1万ポイントまでもらえるっていう風になっております。で今現時点ではですね、コロナウイルスの影響でね、自粛等々が続いておりますんで、まあ、今すぐね、利用するっていうのはね、ちょっと賢明じゃないかなと思うんですけども、まあ、これがね、収束した時にね、ちょっと思い出してね、いただけたらなと思うわけなんですよね。1年間にね、最大1万ポイント、1滞在で、2000ポイントがね、もらえるわけなんですけども、この1滞在っていうカウントだけはね、注意してくださいね。一つのホテルに、何泊泊まっても1滞在です。ですので、A ホテルに1泊で1滞在、B ホテルで1泊で1滞在みたいな感じで、まあ、ホテルを分ける必要があるんですよね。まあ、チェックインとチェックアウトをね、行うっていう感じなんですけども、まあ、ここはね、間違えないようにしてくださいね。ここ間違えたと、何泊してもね、1滞在っていうカウントになってしまうんで、ホテル一つにね、5泊したとしても1滞在っていう、カウントになってしまいますんでね。さらにね、まあ、こちらはまあ分かってる方ね、多いと思うんですけども、このマリオットボンボイのキャンペーンっていうのは、基本的に、マリオットボンボイの公式サイトからの予約のみ、こういうキャンペーン適用というふうになりますんで、ブッキングドットコム、ドットコムとか、まあ、トラベルコとかね、ああいう外部サイトを経由して、利用してしまうと、このキャンペーンにはね、乗れなくなってしまいますんで、注意してください。で、こちらのね、キャンペーンは、すごいね、簡単なんですよね、登録が。こちら、既存会員の方から、招待メールをもらいます。で、こちらのメールにね、ちょっと画面出しておきますけど、こちらのジョインナウっていうところから登録を行います。でこのね、登録を行うだけなんですよね。まあ、登録を行って、まあ、実際ね、ホテルに宿泊すると1滞在につき2000ポイントがね、もらえるっていうキャンペーンになっております。ですので、これからね、 SPG アメックスをね、発行検討されている方は、周りにね、 SPG アメックス保有している方はね、ちょっと調べていただいて、これあの SPG アメックスとね、マリオットボンボイの、アカウントを持ってる方でしたら、まあ、誰でもね、紹介してもらうことはできますんで、まあ、ちょっとね、周りにね、聞いてみるようにしてください。まあ、もしね、いらっしゃらなかったらね、まあ、私の方からっていうのは冗談としても、まあ、一度周りにね、持ってる方ね、いらっしゃらないか、確認してください。で、この、
マリオットボンボンの、ね、ホテルを、予約する際もですね、ポイントサイト、ポイントインカムだったり、ハピタス、楽天リーベースとかね、今現時点ね、ちょっとね、コロナウイルスの影響で広告出ていないんですけども、こちら普段のね、状態だと、まあ、ここら辺のね、ポイントサイトが、かなり、ね、高額のポイント、3% とかね、4% とか、5% とか、楽天リーベースに至っては多い時は 10% とかも出たりしますんで、まあ、こちらね確実に取りこぼさないように利用していただけたらなと思います。次にですね、私の動画のねチャンネルで解説させていただいておりますけども、今現時点ねもう一つマリオットボンボンでね入会キャンペーンっていうのは行われているんですよね。まあ、詳しいことはですねそちらの動画ね見ていただけたらなと思うんですけども、こちらはアカウントを作ってから2滞在で一括で2万5000ポイントがねもらえるキャンペーンなんですよね。ですので先ほどのキャンペーンは最大1万ポイント、まあ、こちらの場合はまあ2滞在だけで2万5000ポイントのね宿泊券がもらえるということですんで、まあ、かなりお得ではあるんですけども、この2万5000ポイントっていうのはねバラしたりできないんですよね。まあ、バラすっていうよりかはまあどっちかというとこのポイントに足して、まあ、ちょっといいホテルをね宿泊したいっていう方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、そういうことはねできないんですよね。2万5000ポイントのホテルをね利用するっていう形だけの、まあ、宿泊券みたいなねものですんで、まあ、ここだけ覚えておいていただけたらなと思います。ですんでこれからね SPG アメックスをね発行する、マリオットボンボンのねアカウントを作成するっていう方は、どちらがね自分に適しているかっていうのをねよく確認していただいて、利用していただけたらなと思います。今日ね紹介したキャンペーンの方は毎回2000ポイントがね、足されて、まあ、合計1万ポイントになっていくわけなんですけども、こちら普通のポイントですので、普通のポイントにどん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 加算されていくっていう風になりますんで、ずっとポイントをね貯めて一度に使うっていうことがねできるんですけども、先日紹介した方はですね一括2万5000円ポイントの無料宿泊券っていう風になっておりますんで、まあ、本当にねご自身でどっちを取りたいかによってね感覚変わると思いますんで、まあ、2つをね両方検討していただいて決めていただけたらなと思います。いかがだったでしょうか。まあ、どちらもね、いいキャンペーンなんですけども、やはりね今日紹介した方は、5泊分ね、しなきゃいけないんで、まあ、ある程度ねお金はちょっとかかってしまうっていうのはね、しょうがないキャンペーンかなっていう感じなんですよね。まあ、2000ポイントずつね溜まっていくっていうことで、まあ、かなりね溜まった後ね利用しやすい部分があるんですけども、まあ、ちょっとねコスト的にはね結構そっちの方がかかるかなっていう感じなんですよね。逆に前回紹介したねキャンペーンは2万5000ポイントの無料宿泊券がもらえますんでね、まあ、こちらはまあ本当に人に必要ってね、選択肢変わると思いますんで、ぜひね SPG アメックスをこれから発行検討されている方は一度ねどっちを利用するかっていうのね考えてから、利用するようにしてください。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローとチェックしていただくととても嬉しいです。いや正直ね、今ね新型コロナウイルスが、ね、流行っているので、マリオットボンボンホテルのねこの滞在系のキャンペーンを開設するっていうのは、まあ、正直迷ったんですけども、まあ、キャンペーン自体はね、まあ、あるものはあるものなんで、まあ、私としてはね、発信させていただいて、まあ、利用できる時にね利用していただけたらなって思うわけなんですよね。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。